ガチンコマイル原宿よ、どうも。はい、どうも花さん、今日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。花さんのですね、ビデオのおかげでかなりの方がですね、今飛行機に乗られて、あの CA さんとですね、こう一歩を踏み出してあのコミュニケーションしたりとかですね、はい、なんかこう CA さんのこう意外な素顔っていうのを、まあ、見ることによって、こう CA さんに共感ではないんですけれども、まあ、CA さんもね、やっぱりミスしてしまうこととかも時たまあると思うんですけど、そういう時にフォーギブっていうのかな、許すっていうのかな、そういうちょっとね目線で見ることができる方が増えてきたみたいで、なんかすごく僕ビデオのなんかコメント見ていてあったかい気持ちになっていて、これも本当花さんのおかげでね、CA さんとこうマイル修行の距離が一歩近づいたのかなって思ってますね。本当ですか。はい、皆さんじゃあ実践してくださってるんですね、機内。そうですね、今花さんにあのお会いしたい方が結構増えていて会いますよ。ぜひ皆さんね、あの花さんいいねが多ければ多いほど皆さんって会える可能性も高くなってくるので、ぜひいいねお願いいたします。お願いします。で、今日は早速ね、いろんな方からまた質問を頂戴していく中でですね、非常に多かった質問の、一つをちょっとまた伺えればなと思うんですけれども、はい、ですね、機内食に関してでですして、果たしてですね、エコノミークラスに搭乗した時に機内食のおかわりっていうのは可能なのかなっていうことをですね、はい、結構質問で頂戴するんですけれども。本当ですか？質問で結構来るんですか？そうですね。意外ですね、なんか。いや、やっぱり多分美味しくて、多分もう一個食べたくなっちゃうこともあるんじゃないですかね。あ、なるほど、はい、あの皆さんおかわりはできます。おー、すごい。機内食全然おかわりいただいて結構なんですけど、はい、その持ってる数が、うんうん、じゃないですか、はい、それを超えてしまう量のおかわりが例えば来てしまったらちょっと提供できないんですけれども、はい、ちょっと余分に乗ってます、お客様の人数より。それちなみにちょっとどこまで教えていただけるかわかんないんですけど、どれくらい持ってこられてるんですかね。じゃあね、20ぐらいはあったのかな、その時のあれにもよるんですけど、はい、10は絶対ありますね。あ、20ぐらいはあったような気がします。10はある。10はある。あ、10人ってことは10人はもしかしたら食べられる可能性もあるということですよね。そうですね、多分大丈夫だと思います。その例えば15ぐらい、はい、お水に乗っていて、はい、おかわりされる方が15人よりも上であれば、はい、出せないわっていうふうになりますけれども、うんうん、それの範囲であれば全然おかわりしていただいて、はい、すぐです。ああ、そうなんですね。それ、はい、僕も含めてちょっと恥ずかしい、なんかこいつこじきかよみたいな感じでね、ちょっとこじきって表現がいいかわからないんですけれども、なんかあれだなって思われちゃうんじゃないかなっていうのを多分どこかで気にされてる方多いんですけど、どういうふうにお願いするのが一番こうスマートというか、すごく美味しかったからもう一つくださいとか、はい、普通におかわりくださいとか、はい、なるほど。ANA の機内食楽しみにしてたんだよねと、はい、足りないからもう一個ちょうだいとか、はい、全然大丈夫です。なるほど、なるほど。普通に。それちょっとどのタイミングでおっしゃるのがベストなんですかね。その1回目の空洞が聞かれるときに、すみません、2個もらえますかっていうのか、それともやっぱり食べ終わった後にこう、また。そうですね、一応多めには載ってるんですけども、はい、最初はやっぱりお客様一人一人に、そうですよね。して、で中にはノーセンキューのお客様もいます、はい、あ、そうですよね。そうするとまた増えますし、なので一回食べていただいて、うんうん、食べ終わったタイミングで CA コールをいただいて、はい、もう一つトレーごと全部欲しいのか、それともメインディッシュだけ欲しいのかっていうのもいろいろあると思うのが、はい、うんうん、くださいっていうのを言ってくだされば、はい、余っているものであれば全然お出ししますし、むしろそうやって、はい、私たちが提供しているものを美味しいからもう一個ちょうだいっていうのはすごく嬉しいんですね。あ、なるほど。マジって言われたらやっぱ悲しいじゃないですか。そうですよね。うん、作っているところの人たちもやっぱりね、うんうん、かわいそうというか申し訳ないというのがあるし、ね、なので、まあ、もちろん美味しくないっていうコメントがあった場合は真摯に受け取って、はい、それを改善に回していくんですけれども、やっぱり美味しくておかわりっていうのは嬉しいです。なるほど。ああ、そうなんですね。ちなみに花さんが今だったらどういうふうに言われると、なんかこうこの人に残り数個しかなくて、こういうことももしかしたらあるかもしれないですよね。残り5個しかなくて10人の人がおかわりくださいみたいな、うん、
じゃんけんとかするわけにはいかないと思うんですけど。そうですね。まあでも一応あの早物勝ちじゃないですけど、はいはい、順番で出していくんですが、はい、私としてはですよ、はい、あの機内食って旅のなんか楽しみの一つじゃないですか。そうですね、はい、なので今日の機内食なんだろうって結構考えたりしません、うんうん、いやすごい気になります。ですよね、はい、なのでこう ANA の機内食例えばじゃ好きなんだよねって言っていて楽しみにしてきた、はい、食べたらやっぱり美味しかったからもう一個ちょうだいっていうのをそのまま、はい、なんか僕 ANA の機内食が大好きで、はい、今日は楽しみにしてたんだって、食べたらやっぱり美味しかったからもう一個お借りちょうだいって言われると、はい、気にしてます。それやりました。なるほど、はい、あの実際どうですかね、やっぱりあの食事ね頼まれる方はもちろんいると思うんですけれども、食事をなんか取りにいらっしゃるとき、食べ終わった食事をこう引き戻していただくときに、はい、感想言われる方ってどれくらいいらっしゃるんですかね。本当に2人とかですかね。え、2人ガチンコマイジク。みんなじゃああれですか、こう、いや、ありがとうございましたとかそのままなんか多分皆さん機内映画とか何かあの別のことされてる方が多いと思うので、うん、あのもう、まあ、あのなく特にコミュニケーションなくみたいなのが多いんですかね。そうですね、こちらお先してもよろしいですか。そうですよね、言うとやっぱり映画とか見られてるのでこうトレイをそのまま持って、あ、渡されて、はい、あなので別に私たちはそれでも別にいいですし、そうですよね、映画見られてるのをわざわざ邪魔するっていうか、そうですよね、使っていただかなくても大丈夫なんですけど、中にはやっぱりありがとう美味しかったって言ってくれる人もあって、1組クラスだと2人とかですかね、うんうん、あ、じゃあもし例えば僕が映画見られていて花さんがとことこ歩いてくる、とことこって言ったらいいですけども、さっさこうスマートに歩いていらっしゃると思うんですけども、で来た時にこうヘッドホン取った方がやっぱいいですかね。ヘッドホン取って、あっどうもって感じでこう止めて、それだとちょっと逆に邪魔しちゃったかなって感じ、申し訳ない申し訳ないって感じです。あのしたままで結構です、全然。あ、本当ですか、はい、全然大丈夫です。あ、なるほどなるほど。目線を合わせてくださるだけでも嬉しいですね。あ、それでちょっと美味しかった、ありがとうございますでもいいですか、ね、言葉がなくても目線だけをこうみたいな。ガチンコマイル塾。なるほど、はい、じゃあできればもし可能だったらじゃあなるべくエンターテインメントはちょっと見ないで、まあ、見たかったらもちろん見ていいんですけども、見たくない方はそのままちえさんいらっしゃった時にちゃんとこう目を合わせて少し感想を言って、はい、これ美味しかったよっていう感じで、で最後にちょっとおかわり欲しい方はそこでおかわりをオファーするっていう感じですかね。オファーしていただけたらもうすぐ持ってきます。わかりました。でもやっぱりあれですか、そこでちょっとコミュニケーションされた方っていうのは CA さんと最後登場からですね降りるところまで一緒だと思うんですけれども、その中でちょっとやっぱり特別な存在ではないですけど、ちょっとやっぱ気になるというか残ったりするものなんですかね、その乗客さんは。全然残りますね、やっぱり。あ、エコノミークラスだと何百人に対して CA がもう4人とかじゃないですか、はい、そうですよね、はい、その中で印象に残る方っていうのをやっぱりちょっとしたコミュニケーションがあったりとか、そこからのコンスタンスなこうアイコンタクトがあったりとかっていうのがやっぱり印象に残っているので、うん、そういうのが積み重なって最初からあったとしたら、うん、おかわりタイミングで話しかける、なるほど、気持ちっていうのか、ちょっと話してみたいなって思ったりとか、うん、少しこうコミュニケーションとって一歩踏み込んでみようかなとかっていうのは、うんうん、なんか気持ちができますよね、なんかこう、あ、なるほど、生まれますよね、うん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 、やっぱり普通に美味しいって言ってくださるのは、うん、嬉しいですよね、うんうん、なるほど、わかりました。ちょっと今ねいろいろとあの食事後にまた CA さんとコミュニケーションを取ってですね、ちょっと一目置かれるではないですけどもそういった部分を伺えたので、今回多分これ聞かれてる方非常にラッキーだと思いますし、僕も含めてぜひ皆さんでね、せっかく乗ってね美味しかったらぜひ CA さんにしっかりのコミュニケーションを取ってフィードバックして共にハッピーになっていただけるといいのかなというふうに思いましたので、早速実践していきたいと思いました、はい、お願いします。はい、というわけで今回花さん貴重なお話ありがとうございました。ありがとうございました。ガチンコマイル花塾。